はい、どうもこんにちは、枝っぽいようです。今日も暑いですね。ということで朝からクーラーをつけております。はい、もう私はね、もうクーラーないとダメですわ。もう空調大好きです、私。はい、空調坊主と呼んでください。うちの本堂にはね、もう平成の頭から空調が入ってますよ。いや、もう暑いってダメだよ。もうこんな暑い本堂にね、お参りくださいなんてもう言えないよね。ですからね、皆さんもちゃんと空調をうまいこと活用して、体に優しい生活をしていただけたらなと思います。ということで、今日はお布施の金額を提示しろについてお話ししようかなと思います。これはね、もう大体お寺業界というか仏教業界というかね、お坊さん業界によくよく言われることであります。なんでお布施の金額は不明瞭なんですかと、ちゃんと金額を言ってくれたらいいのにという話ですけれども、これですね、提示しないには大きな理由があってですね、提示しない方がいいから提示してないということなんですね。ですので今日はそんな話をしようかなと思います。で、まあ今日はですね、お布施とはそもそも何かとか、そういう話はもう一切しません。もうその話はなんかね、大体どっか調べてくださいっていうことなんで、まあする必要はないかなというふうに思うんですが、まあ、やっぱりね、お布施がその金額が分かんないっていうのが、まあすごくその怖いし、まあ不安だと。で、ちゃんとお布施の金額を言ってくれよという声っていうのはね、本当にね、よくあるんです。よくあります。これですね、実際お布施の金額をもし仮に決めたとしたらですね、まああんまりね、いいことにならないなっていうことをです、実際に住職してて思うわけです。っていうのも、お布施っていうのはできる人はたくさんしてください、できない人はできるだけでいいですっていうのがね、お布施の前提なんですよ。私のですね、まあ仲良くさせていただいている住職さんはこんなこと言ってましたね。もう相手の家を見て、この家はできる家だと知っとるところからはがっつりお布施をもらうと。あんたは100万してもらえにいけんで、そうやって言うって言うんですね。逆に、もうあんたお布施せんでもええでっていうこともある。これがお布施なんじゃというふうに、そこの住職さんはおっしゃってましたね。まあ、正直私はそこまでは言えないんですけど、その気持ちはすっごくわかるんですね。まあ、普通ですね、一般的な商品だったらですね、この商品はいくらで売るっていうふうに決めて、買いたい人が買ってください。買いたくない人は買わないでいいですっていうのが基本的な商売、飽きないというものだと思うんですね。だから、こちらが価格を設定して、それに納得した人がその価格を支払って商品を購入してもらうと。それも自然な形なんです。で、その考え方で、お寺の、まあ、度胸というサービスにも、お寺側が価格をつけて、で、その価格に納得した人が支払うっていうのがいいじゃないかっていうふうに考えがちなんですけど、まあ、お寺ってね、そんな風にできてないんですよ。多分、払えない人は来ないでくださいっていうお寺は、皆さん求めてないと思うんですよね。それは、どなただって受け入れて、どなたにだってお勤めさせていただくというお寺を求めていると思うんです。となるとね、すべての人を受け入れるためには、金額はもう自由ですよ、とするのが自然なんですね。例えば、年間のお葬式のお布施が300万円あれば、うちのお寺はやっていけます、というお寺が仮にあったとしましょう。年間に300万円のお布施があればいける。で、だいたい年間に10件ほどお葬式がありますとするならば、1件あたり30万円お布施をしていただければ、うちのお寺はやっていけますと。だから、じゃあ、うちの価格はお葬式1件30万円ですと仮に定めたとしましょう。そしたら、年間に10件お葬式があれば、30万円かける10回で300万円のお布施が上がりますね。でもね、中には30万円払えない人もいますよね。お葬式で必ず30万円払えって言われても、そんな金額払えませんっていう人も中におられるわけです。そしたら、まあじゃあ30万円払えないんだったら、10万円でもいいですよと仮にお寺が言ったならば、1件からマイナス20万円という形になります。まあそれが年間に1件あったとしたら280万円になって、本来必要な金額から20万円足らなくなってしまいますよね。そうなるとお寺は立ち行かなくなっていくわけであります。逆に金額は全く定めておりません。できるだけしてくださいというシステムでやっていたらですね、まあ年に1件ぐらい100万円お供えされる方がおられるかもしれない。すると残り9件で
200万円分のお布施が上がれば、そのお寺は成立するということになりますよね。そして、まあ、お布施が払えませんと、たくさんのお布施を渡すことができませんというお宅が仮にあったとしても、もうすでに100万円お布施してくださったお宅があるから、お寺はね、ああ大丈夫ですよ、できるだけで結構ですよって言えることができるわけですね。私はね、このお布施の金額が決まっていないっていうのは、まあ、すっごく優しい制度だなということを思うんですね。だから、まあ、私はできるだけですね、その金額っていうのは定めずにやっていけるのがいいなと思っているんですね。で、当然ですね、まあ、相場感っていうのはやっぱあるんですよ。だいたい地域性によってだいたいこれぐらいっていう相場感っていうのはあるので、まあ、相場としてはだいたい皆さんこれぐらいされますよっていうお話はねしたらいいと思うし、まあ、実際うちはそういうふうな形でお伝えをしているんですけど、これもですね、もう本当ね、もう金額を明示してお伝えすると、まあ、あくまで相場というか皆さんこれぐらいされますよっていう話なんですけど、結局それをお伝えすると、それ以上される方っていうのは本当に少ない。まあ、本当に、まあ、ほぼいないと言ってもいいんじゃないかなと思います。でも、できない人っていうのは確実にいるので、その、いわゆる相場感というか、皆さんがそれぐらいされますよという金額、包めない方っていうのは必ずおられます。もう包めない方は包めないですから、なんかどうしようもないので、まあ、うちではお布施がなくてもさせていただくようにしているんですけど、実際にはそれをしようと思ったら、その倍払ってくれる人がいないと本来は成立しないんですよね。いや、だからこれは結構悩ましい問題だなというふうに思っています。まあ思うだけですけどね。なんか最近はこう平等とか、まあみんな横並びで一緒みたいな、とそういったことを求めるっていう時代じゃないですか。お寺や神社っていうのはあんまりそういうふうな考え方がもともとなかったんですよ。たくさんしてくださった方にはしっかりそのお名前をね、境内に残して、何々様から何々寄贈いただきましたみたいなことでね、まあ、がっつりそれを歌ってきたわけです。で、そうすることによってお寺にはたくさんのお布施が上がったし、たくさんお布施が上がったおかげでお布施ができない人も救われてきたっていうのが実際のところなんですよね。だから、なんかその、たくさんお布施をした人を優遇するような、なんかそこに名前をドンと上げて、この人から丸々いただきました、みたいな、そういうふうなことするな、みたいなね。まあ、その、わかるんですよ。すごくわかる。すごくわかるけど、実際のところ、あんまりいい結果にならないんじゃないかな、っていうのが、まあ私が実際に感じることですね。うちのお寺でもね、まあ、あんまりこう言うと、まあ個人特定されてしまうようなことになるので、あんま良くないんですけど、まあ、過去にね、たくさんこうドンとお布施してくださった方がおられるんですよ。で、まあ、いわゆるそこっていうのは、まあ、名家と言われるね、まあ、代々の、お家で、まあ、裕福な家庭だというふうに周りから見られているところだと思うんです。で、まあ、そこのですね、まあ、その、後取りさんがですね、まあ、お寺にお世話になりますから、ということで、ドンとね、お布施をしてくださったということがありました。まあ、その方のお名前を、まあ、境内のわかるところにこう挙げていたわけなんですけれども、それに関して、まあそういうふうな名前を挙げるのは時代的にあまり合わないから、取り下げた方がいいです。すごく差別的なお寺に見られますよ、みたいなね、そういうですね、ちょっと人権派の意見みたいなのがあって、まあその意見に屈してですね、まあ名前をね、まあ、こう取り下げたっていうことがあったんです。まあこれは私が住職になる前の話なんですけれども、で、それから私が住職になりまして、10年ぐらい経った時にですね、その時に、まあ、多額のお布施をしてくださった方とちょっと話をする機会があって、まあ、その方がね、まあ、住職、まあ、過去のことだから、今更言うのも何なんだけれども、まあ、以前、まあ、自分はこれだけのお布施をさせてもらったんだと。だけど、お寺は、その、私の名前をね、あげてくれなかったと。で、まあ、あなたにこういうこと言うのは、申し訳ないけれども、申し訳ないが、もう、する気はありません。うん。だって、何のためにしたかわからん。ご先祖様が喜んでくださると思ってさせてもらったんだけれども、その名前を一切残してもくれない。そんなことされたんじゃ、もうお寺にお布施する意味がない。うん。だから、申し訳ないけれども、あなたの代ではもうそういうことしないから。まあ、それは分かっておってほしいと。まあ、そういうふうなね、話をされたことがあるんですね。で、これは、お布施の本来の意味とかね、お寺の本来の意味とか、そういったところはもう度外視してですね、まあ、すごく悲しいことだと思うんですよ。やっぱり、その、ご先祖様のことを思ってね、お寺にドンとしようじゃないかって。
で、その方がね、ドンとしてくださったおかげでね、救われた方はたくさんおられるんですよ。で、それはね、お坊さんの給料になるんじゃないんです。だから私たち、お坊さんがそれをドンと給料として取って、豪遊して遊んでってわけじゃないんですよ。それはお寺の大切な資産じゃないですか。そのお金があれば、できることもいっぱいあるんですよね。そう。だから、お布施っていうのはね、そういうものなんです。何かしら商品価値のあるサービスを提供して、そのサービスに見合う価格を設定して、これだけお願いしますとかっていう、そういったものとは全く違うものなんですよね。だから金額の設定がないんです。たくさんしてくだされば、たくさんしてくださるだけ、多くの人が救われていく価値のあるものだと思うんですね。まあ思うだけですけどね。まあそのお布施に関してはちょっとまだまだ言いたいことあるので、まあまた明日もう一本お布施についてお話ししようかなと思います。もうね、とにかくね、皆さんお布施してください。うちのお寺にお布施をしてください。いやー、もう本当に枝ぽよ住職がとにかくお布施大好きですから、もうお布施していただけることが本当に至極の喜びだと思っておりますので、ぜひお布施していただけたらなと思います。では明日もまたよろしくお願いいたします。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。じゃあね、バイバーイ。